はい。それでは、地底から舞い戻ってきました。ソニー・ザラシです。別に、このソニー・ザラシでもないんだけど。名字も名前も関係ないんですが、では、忘れられた交差の続き、行きましょう。さっきね、さっきって言ってしまった。まあ、前回、まあ、左から来て、実は一周してたっていうことが判明しましてね。ここだぞ。あいつはあんま来ねえな。先こっち行くか。今度左を、どうした？わーわーみわー。あ、はあ、なるほど。なるほど。こいつら一匹ずつ倒すよね。助けることにここ帰ってくんのね。で、この、なんか、おっちゃんが、報酬をくれるっていう寸法ね。こいつはかわいそうだな、これ。街灯に閉じ込められてる。こういう有効活用か。死ぬまで働けってか。かわいいな、ちょっと。わーわー、わーわー。帰ってきたよ。行こう。じゃ、多分この先は行き止まりでしたね。1、2、3、4、5、6年入れる、結構いそうだな。かわいい。最高。最高。そう、私は最高。よし。左に何かある？よし。あいつら、この羽ついてるやつはひたすらまっすぐ飛んで跳ね返る感じなのかな？うん。ピンボール方式か。あんまり来ないから。よしよし。あんまり遠いじゃないな、そしたら。たら撃つだけ。バッ！落ちすぎん。回復しよう。落ちたくないな。落ちたくないな。落ちたくないな。よし。おわ、落ちたよ。あの下に落ちるとなんか取り返しがつかなそうなんだよな。こっち生きてんだよ。ほい、よし。なんか休憩ポイントっぽいんじゃないの？ラベル。巡礼者の道。ハローネストを旅する者たちは、豊かな緑と菌類の林を抜け、王国の中心たる都へ向かう。そして全ての願いは叶えられ、全ての真実は明らかにされる。何を言ってんだ？まあ、巡礼をしろという感じなのかね。うん。その、巡礼のこの道をたどって西王まで行くと、全ての真実が明らかになると。お前はもう、懐に飛び込むしかねえよ。いけるか？うなの？お、なに？なに？削れ、これどっち削ってんだ？俺の剣か。これは無理だな。なんかダメな気がする。こう強打撃みたいなやつがないと多分ダメなのかな。というわけで、ダメですね。あと言ってないのは？あと言ってないのは？右側の？右か。あ、あいつはまだ取れないから。しばらくそこにいてもらう。ほいほい。ほいほいほい。うん、右側の右か。まあ、降りるか。いや、でも降りたくねえな。上がってこれんのかな。こっちまだ行ってないんじゃない？行ったっけ？あ、行ったわ。そう、降りろって言われるから降りないっていう選択をして、ういって帰って、やっぱやめたって戻ると。こっちの右行こう。観光みたいなところ。文明の香りがする。文明開化の香りがするって。懐かしいな、教科書に出たな。なんだよ、その香りは。やつの声が聞こえるぞ。何やってんだ。あ、川？え、
なんか幸せになるな、このゲーム。戦ってる割にはすげえ幸せになれるわ、俺。ビビった、ティッカーと思った。ああ、青白く痩せた母を産め、固く目を閉じた父を産め、二人一組で芝居を産め、それが終わったら私も産めよう。どうやって、ふふふ、今の知ってる、私のお気に入りの歌なの。一緒に別の歌を歌ってもいいわ。あなたが歌ったら私も参加する。あなたきっと綺麗な声してるでしょうね。ふふふふふそれでここで何してるの。お金持ちに何々やりたくて来たんだったら周りを見て、この鉱山はとても豊かでみんなに行き渡るだけ。たったたっぷりあるわ、一緒に掘りましょう。オッケー。ああ、おもろ。ああ、折れた釘とともに屈指を埋め、王冠となんとかで絵師さえ埋め、この後の歌詞は、ああ、忘れちゃった。ふふふふ。なかなかバイオレンスな曲ですね。掘れねえんだよ、俺にもピックリくれよ、ピックリ。かわいい。やんやんやん。やんまんまん。置いてかれた。置いてかれし者俺。やみやみ。なにお前。ほい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 32。ほい32。あ、てかいらんだわ。うわ、無駄に使った。ああいうのは貯めてから使えってな。さあ、いい感じに鉱山ですね。いいね、楽しいね。今んとこなんか死ぬっていうのはないし、まあこれからさ、危ないよこれ絶対。落ちろと言ってんだろう。はい、落ちます。あ、走るって。あ、飛べか。ん？ん？走るって。あれ？ダメなの？なあ、あれ、あいつにもうちょっと話聞いた方がいいのか。多分ピッケルがねえから。そう、穴開かねえんだと思うんだけど。なんかピッケルくれ、それくれ。ダメだった。おいんー、どうなってる。じゃあ下行くしかねえのか。もうちょっと抗ってみるか。エレベーターの登りながらジャンプすると飛べないんだろうか。なんかそうっぽいよね、これ。もうどんなに動いてても多分落ちないから。削るしか多分ないんだろうな。じゃあ、ここもなしだから、降りざるを得ないな、下に。あ、違った。さあ、ここ降りるか。うえ。はい、こんにちは。はい、はい、とりあえず攻撃。いけねえんかい。いけねえんかい。あ、どうぞ、これ、積んだぞ。なんとか、頼む。ああ、登れた。うん。ここダメだな。じゃあ、左で落ちるか。いいねー。無音になんな。逃げます。草を刈ります。光が届かないからこの草たちは緑ではありません。よしよしよし。さっきの巡礼者の道はもう行けないから、まだね。やっぱどっかで下降りて行くしかねえんだろうか。なんか見逃してっかな。見逃してんだろうけどね。視野は狭いかな。待って、上の左とか行ってねえんじゃない。見てねえような気がする。あれ見たっけ。見たような気がする。ああ、そうだ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 。バカか、あいつらが俺のとこだったわ。まあ普通に暮らっちゃうっていうね。じゃあここ落ちてみるか。ここしかねえよな。うん、お前も歌ってんじゃねえか。あ、ちょっと。おい、ちょっと話を聞かせておくんなまし。だん
茶つだ。ああ、まあ、なんだね、君は。この美しい廃墟を探索するため降りてきたのか？私のことは気にしないでくれたまえ。私も探索が好きでね、道に迷ってそこから出口を見つけたとき、あの喜びは何も買えないがたいやだ。私の君も全くもって幸せ者だよ。私は地図の制作を中盤にしていて、今、この周辺の地図を作っているところだ。これまでに出来合ったものを買っていくかい？はい、買ってきます。いいね。地図は買うものなのか。地図を獲得だ。地図を受け取った。チョコレケレクです。地図は便利なものだが、自分のいる位置までは示してくれない。方向感覚に自信がないのなら、私の家内のイゼルダがコンパスをかどうか。じゃ。よっ。よだけ持ってくんな。彼女はちょうどデアドマウスに私たちを見せ、ああ、開いたばかりで君のような探索者に大事なものをたくさん売っている。時には私が以前に書いた地図を売ることもあるな。私も一体の地図を書き終えたら、家内に会いに行くと思いやわ。彼女は私を見るといつだって喜んでくるからね。それはわからんぞ。なら早く帰れ。これが地図ですね。ああ、なるほど。自分の位置はわかんねえなっていう話なのか。ダートマウス左。左は落ちてきた。あんまり詳しくねえな、お前。そこ大体、そこはせいぜい把握してるわ、俺も。この場所は。なるほどね。で、コンパスが大事なのね。自分の位置を把握するのに。いいね。まあ、確かに地図見て自分の位置が分かるわけねえもんな。というわけで、左だな。左って右だな。OK。はい、痛い。回復しとこう。なんか嫌なの見えたな。あの奥のやつ嫌だな。あ、手前にもいた。これは倒せないパターンのやつ。倒せないし、右にも行けないな。ジャンプできない。危ない危ない、動くのやつ怖っ。ほい、30。うん、汗かいてきた、暑い。パソコンの排気量。美味しそうな蜜を貯めているでは、ありませんか。あ、お前、敵か？敵を産むとは。蜜ではないのか。お下が硫酸風呂かな。硫酸マグネシウム、混合。お前、よし。うえ、助けに来たぜ。助けには来てないけど。オッケー、左はオッケーだ。地図が更新されることでもないんだな。よしよし。なるべく助けていこうね。届きそうだったが。届きそうだったが。右に行こうぜ、ポンチクショー。この上は何か。これめっちゃ落ちてくな。もったいねえな。よし。なんだ？握手通路は攻撃したら出るか？もしかして。壁を。こういうパターンか。となると今まで、あー、でも隠し通路ってわけでもないのか。何か、あー、まあちょっとショートカットというか避けられるよって感じなのかな。上行くか下行くかだけど。ん？待て。これはどこだ？これ回復できそう。うえ。いい温泉だこと。後ろいいね。なんか、こういうの普通に、温泉に置いたらすげえ流行ると思うわ、俺的に。あ、セーブできる。セーブ。これセーブだよな。あ、セーブなんだよな。セーブ別とかある？スクリーンショットを撮影しちゃうの？あ、しちゃった。ちょっとこれプレセだった。
ない。特にな、うん、ないか。ここは回復場所だね。オッケー。危な、あ、え、閉まるの？なるほど、右から来たら閉まるのね。なんか飛ばしてんじゃねえぞ、お前。おい。失礼なやつめ。失礼な。失礼な。失礼、失礼、旋盤！超旋盤な、それ。上、チュッじゃねえんだよ、唾を吐くな。玉の。甘そうな唾を出しやがって。うえ、こういう感じね。モンスターを全滅させることで、いい感じになると。檻が開くという感じね。これ看板で、まあ温泉があるよという意味ですね。じゃあ、左は？左は？地図的には、左はないことになっている。どうする？下。いや、先に右端から行くか。どれだけ奥行きあるかわかんないけど。奥行きありそうだな。やだな。やだな。今日、点滅。今日、点滅。気象点滅。よし。貴様の金は奪い取ってやる。さ、さ、慎重に行きますか。これ食べられたら一発っぽいよね。お前は嫌だ。お前は嫌だ。お前は来てはいけない。これはあっち行きたいな、一回な。ふい。落ちちゃうの嫌だな。開くか、開かねえ。ふい。ほい。よし。いいね。んで、なんだ、ここは。ここは多分未開の地域だな。地図は買うしか多分ないんだろうけど。一回あの、店に戻ってみるっていうのも手だよな。コンパスをもらいに。開くわけじゃない。帰れるルートはいくつかあるんだろうか。基本的に上行った方が、なんかもろもろいい感じする。次のターンを待っていこう。よし、よし。で、戻ってくるから、もう一回上行こう。よし、よし、よし。これ届くか？いや、届かねえな。いや、届くか。届くねえ、案外。いや、気になるな。あ、そ、あ、そっか。ここ、上から行けば、特にそんな障害はなく、なんのか。多いな。こんなひしこいで取る必要あるんかな、これ。いくらでも後で取れそうなもんなんだけど。敵とか。お前はもう無理だ。よし、ひたすら右に向かってる。あ、上に何かある。行こう。行けるか。あ、吸い込まれる。こっかな？なんか落ち着いた空間に出たぞ。セーブしよう。うえ、おいしい。調べる。装置の中に字を入れますか？字を。これか？この石が字をなのか。これなんでしょう？え？なんだ？電車か？うえ、キモい！怒らないで。怒らないで。よう、ちっこいな。本当に久しぶりの駅の鐘が鳴るのを聞いたわい。この音はスナグの道。全体に響き渡り、こうしてわしを呼び寄せた。最後のスタグ。お前だけか。じゃあもういねえんだな。すっかり肩をなまっていろいろと忘れちまったが、その音だけはいつだってわしを呼び寄せる。このスタグの道はハローネスト全体に広がっておる。他の場所に移動したいのは、ああ、なるほど。昇降台の上からわしに話しかけるとき、お前さんの行きたいところへ連れてってやろう。なるほど。ごめんな、ここしか知らねえわ。と思ったらダートマウスに帰れるではないか。帰ろう。一回帰ろう。いいね、いいね。二人のいたが一人だ。じゃあまた呼ぶわ、ジッチへ。ジッチへ。開くんかい。
遠いな。よし、なんかいい感じに帰ってきたな。おい、こんにちは。まさかスタグの駅が開くのこの目で見る。なんかおじいちゃん多い。声の種類が一緒。あの建物、私が腕を埋めた時はずっと閉じられたままだったのだ。このスタグの道は堺市頃の話は聞いたことがある。王国の中を網の目を覆いトンネルが駆け巡っている。あーどんちん地下道、もっともわし自身あれを使って旅しようとは思わないが、わしはこの場所にいることに満足しているからな。まあいいけど、それ一人それぞれで。で、回転してるらしいからちょっと覗いていこう。よう、お前の旦那に会ったぜ。パープナーだ。地図を返した。だって夫に頼んでと言いたいところだけど、彼はいつものように地下に潜りに行ってしまったわ。たまには新しい地図を届けに戻ってくるけどね。もう少しこっちで過ごす時間を増やしてくれたらいいのに。そう、帰ってかけよってな。私は商売に対して興味はないし。あなたに売れ物は何かあるかしら。なぜ商売やった。はあ、ほうろちゃん、これ買っといた方がいいな。確かに。羽ペン。あ、はあ、なるほど。え、永遠に使えるんですか、これは。ベンチの瓶。ベンチの瓶。ああ、なるほど。あ、地図にね。へえ。いろいろ地図に部屋書いてくれるんだな。あなたはあの青くて綺麗な眉を見たことがあるし、なんだそれ。俺見たかな。なんだろう、割ったやつ。これから店の主やその他の興味が見せたちがいる場所を記録しておける。へえ。なんか全部買っといた方がよくね。買っといた方がくれっかな、なんかいろいろ。ああ、これはいいわ。これは大事な時に。激しい戦いの記憶を思い出せないよ。これはまあ単純マーカーだね。でも結構いるな。金が足んねえわ。まずコンパス買って、チャームビギナーをゲット。チャームを装備すると様々な能力が発動する。ああ。なるほど。もう一個。はぁはやめろ。あとはどうだろう。これかな。うん、ねえな、金が。ちょっと集めたいな。コンパスをゲットした。コンパスは？あ、装備か。え、装備は？落ちちゃった。あー、なるほど。ベンチでしかでき、あー、なるほどな。地図を開いてたのに現在地を所有者の耳に向かってささやく。私は、まあ、ここよ。なるほど、スロットは3つまで行けるんだ。で、こうすると、ささやかれて、ここに私がいますよと、出るわけですね。いいね。こういうのいいね。さっきまで現在地分かんなくても、それがなんか当たり前だろうみたいなこと言ってたけど、支えてくれるのはもう満体。じゃあ、ちょっとこっから、あ、違う。さらに、深部に向かってね、走っていきましょう。まあ、とりあえず120集めて、持ってく、まあ、まず集めてくるか。ちょっと集めてくるわ。集めてきて、終わりにしよう。よし、戻ってきたぜ。さあ。パートナーだ。これで買うと自分で書けるようになるの？どうなんだ？これもチャームなのか？チャームだとしたら、あ、地図公式サーだ。書いてんのね。あ、チャームではないんだな。オッケーオッケー。だからいろいろ、まあ、買うのもありだけど、まあ、買うまではね、揃うまではこれ使っといてもいいな。はいはいはい。一応地図書かれてんな。あの、温泉とか。これ真ん中は行けなかった。あ？いや、行ってないのか。なるほど。行かなきゃね。はい。じゃあ、ちょっとこの真ん中の黒いところ行ってみようかな。行けるかな？はい。よし、では、また次、遊びましょう。また生きて、ゲーム遊んでいこうね。いいボーイ。